まずさせていただきたいと思います。この船はですね、ミサイル艇といいまして、一番後ろに3本今ミサイルをこのようなたすき掛けのような形で積んでおります。実際はもう1本積んで全部で4本、はい、積むことができます。で、我々の任務としましては、他のでっかい護衛艦、大きな船にも同じようなミサイルは積んでいるんですが、はい、どうしてもそれだけでは手が足りないとき、もう一声ミサイルが欲しいときなんかに我々にお呼びがかかって、ここからすごいスピードで一気にその前線まで出て行って、みんなと一緒にミサイルを撃つ。で、またこっちに戻ってきて新しいミサイルを積んで、またすぐに出ていくという、はい、ミサイルをミサイルの手が借りたいときにこう援軍で行くという、そういうのを主な任務としております。はい、そのためですね、この船他の護衛艦よりも主に2倍から3倍ほどの速いスピードが出ます。はい、最高速が44ノット、はい、時速で44ノットは20キロ、はい、20キロ弱、はい、ノットをあれに直すのは2倍して1割、2倍して1割引く、44×2、88引く8、だから80のキロ、勉強になって、そういう速弾する方式があるのよ、データには。まあ、高速道路の自動化して自動車よりちょっと遅いぐらいですけれども、すごいね、基本的に舗装されていない海の上をこう波こう行ってるので、もう一度時速何キロぐらいで、44で80キロ、80キロ聞いてたよ人が散々今言ってた、観艦式へ行くとね、これがねブエーって走るの、ものすごく言う、まあこれですね、どえらいことになります。すごい、はい、普通その辺走ってる路面バスみんな立ってますよね。 あれのまんまダートすごいデコボコ道を時速80キロで走ってると思っていただければどんなもんかと。今日は走らないじゃん、今日は残念ながら体験公開ね、申し込んでいただければ、はい、体験公開検討いたしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。口でも言わないただ体験公開の日っていうのはですね、なんか不思議なことに常に穏やかなんですよね、外行っても、はい、だから実際に80キロバーッと出しても皆さんあんまり驚かれないんですよ、不運なんですよ、はい、道路標識も何もない海の上行くんで、あんまり体感速度がよく分かんないんですね。はい、我々としてはやっぱり2メートルぐらいの波穴がこんな風にして行っていただきたいなと思うんですけどね。はい、もうぜひともこれ経験してもらいたいですね、いつかは、はい、いつかは、はい、いつかは体験公開で、はい、ではすみません、話をもうちょっと戻させていただきます。こちらうちの船についている大砲76ミリ速射砲といいます。この船 の, ミサイルと大砲、この2つがうちの主な武器ですね。はいはい、これ76ミリというのはこの大砲 の, この先端から出る、はい、弾の大きさが7センチ6ミリであることからその、名前がついています。そのまんまの名前です。特徴としましてはですね、これ1分間に100発の連射力で撃つことができます。はいはい、昔の大砲といったらもう手でこう押し込んでいく形だったんで、もう人間の筋力イコール連射力だったんですけど、もうこれ中は全自動の機械になっておりまして、はい、リモコン式、人は中におりません。はい、ですので人の力よりも速いスピードでたくさん弾を撃つことができます。本当に撃ったりするんですか？年に数回訓練で撃っております。はい、その時はですね、海の上にイカダを浮かべて他の船に引っ張ってもらうのを撃ったり、あと空を飛ぶ飛行機からグライダーを引っ張ってもらってそれに向けて撃ったりしております。はい、主な役割ですね、これ空から飛んでくる飛行機やミサイルに対抗するための対空砲となっております。今 の, 時代はほぼ大砲同士の撃ち合いではなくてミサイルの撃ち合いとなっています。昔 の, 戦艦ヤマト、これの主砲がですね、46センチ、重さにして1トン、軽自動車が飛んでいくような大砲弾を撃ってたんですけれども、それでだいたい射程距離が46キロ、はい、最大射程46キロ。ですけれども、後でご案内いたしますが、後ろについてミサイル、射程距離がその2倍以上あります。はい、ですので、もう今の時代は、もう遥か遠くからのミサイルの撃ち合いになるので、そのミサイルをどうにかして撃ち落とさなきゃいけないというのが、今の大砲の役割となっております。これイタリア製でしてね、はい、
はい、イタリアのオットメラージというところを作っておりまして、あの見た目になんかちょっとおしゃれなコンパクトな感じになっております。日本ではできないんですか？日本ですね、大わけじゃないんですよね、あれ。あれはそういう、あれ多分スピーカーですんで、はい、日本もあの大砲を作る技術はあったんですけれども、あのやっぱ小型化、ちっちゃいこういう船に乗っけるための小さな な大砲をあの作ったイタリアの会社、これがですね、とてももう完成形というか、これ以上発展のしようがないものを作っちゃったんで、世界中、アメリカもあのヨーロッパも日本もあの西側諸国はみんなこれ使ってます、はい、そうです、ベストセラーです。あ、これですね、あの、まあ、照準器のように見えるんですけれども、実際訓練の時にあの弾がどこ行ったかをとか、大砲がちゃんとどこに向いてるのかっていうのを見るためのもので、実戦ではあまりこっち使いません。狙いをつけるのは上のお皿ですね、あのお皿、はい、目で見るんじゃなくてレーダーを飛ばして、はい、レーダーを飛ばしてこう反射してあの距離や場所をこれで測ってるわけです、はい、あのさっきミサイルが飛んでくると言ったんですけども、あのもう十数キロ彼方から飛んでくるわけで、目で見えないんですよ。ちっちゃな点で見えたと思ったらもう当たっちゃうんで、なのでレーダーで遥か遠くのところからこうもう捉えて、でそれでリモコンでこれピッと正確に向けるですね。一応カメラがついてるんですけどほぼ使いません、はい、ちょっと言えないんですけれども、はい、あんまり詰めないですね、うちの船はちっちゃいので、はい、弾の大きさがですね、あの薬莢も含めて1メートル近くあるんです。でそれがあのこの狭い中にずっしりぎっしり入っているので、はい、ここ下に弾弾が入ってるんですか？でこの下に弾を並べておいて機械にセットしておくとエレベーターで上に上がっていくわけですね、ボタン一つで。昔はこれ人間の手でこれ、はい、もう これ次第ですね、弾の性、大砲の性。でも全部ほとんどの国がこれを使ってたら、あのもし戦争したらお互いに互角になっちゃうでしょ。その通りです、はい、基本的にまあ同盟組んでる仲良しの国同士であの回してるんで、そういうことはないんですけれども、たまに歴史を見返してみると、うん、同じ装備を持った国同士で戦ってるということがまれにありますね。でそういう時は製造国の方が相手の弱点を知ってるんで、はい、それを使ってあのそれを相手の弱点を突いたりとか、そういうとこはあります。まあうちイタリアと仲良しなんで今の大丈夫です、ね、はい、あとですね、一応これライセンス生産といいまして、あの権利を買って日本の工場で部品作ってるんで、あのイタリアが売らないって言っても日本で作れますんで大丈夫です、はい、この第3の3は、はい、第3ミサイル艇隊というのはあの日本に自衛隊に3つミサイル艇隊があります。1つがあの北海道の余市、こちらに第1ミサイル艇隊、はい、でもう1つがあの京都の舞鶴、はい、ここに第2ミサイル艇隊、そしてこの佐世保で第3ミサイル艇隊、はい、ミサイル艇全部で6隻おりまして、それぞれのミサイル艇隊にあの2隻ずつ、はい、配備されております。次奥の方行きましょうか。足元ご注意ください。わけのわからんものがいっぱい飛び出しております、はい、人に優しくない作りになっておりますのでご注意ください。あの物を引っ掛けたり、あのこう物をこう揺れないようにロープでこう押さえつけたりするときに床にこうしっかり引っ掛けておくものだったりとか、あの後ろになんかロープを張り出すときにここに結びつけたりとか、いろんなものを使います、ね、はいはい、使ったことないですけどね、今はい、はい、こちらですね、あのこの円筒形の筒、これがあのうちに積まれている90式艦対艦ミサイルというものです。1990年に採用された艦、船から対艦、船に向かって撃つミサイルということで90式対艦、艦対艦ミサイルと呼ばれています。日本製ですから、はい、もともとこういうのはアメリカが開発しまして、で当初はハープーンという名前のやつを、はいはい、使ってたんですけれども、それをあの国産化しております。で今あのさらにこれの新しいあの一蓋型2012年産のやつがあの各地に配備されております。まあうちの方にはまだ来てないですけどね。あの大砲の弾
軍隊の弾って賞味期限一応あるんですけど、なかなか消費する機会がないもんで、はい、古い弾ばっかり残ってるんですよね、はい、で新しいのなかなか入ってこないんです。なんとかして使わないとって言うんですけど、撃つ、さっきも言った通りこれ射程距離、100キロ以上あります。さっき言いましたっけ、言ってない、はい、なので日本近海で撃とうにも撃つ場所がないんですね。アメリカのところまで行って米軍さんと一緒にその演習場で撃たないとなかなか、はい、消費できないので、ですね、たまに訓練とかでやると古い弾から使うんですけど、作った年代が書いてあるんですね、製造年が、1950年製とかありました。私の途中になる鉄砲の弾とかが長持ちするんですよね、はい、自衛隊創立より古いやつとかが出てゴロゴロ出てくるんです。本当ですか、びっくりですね、はい、まあ、そんだけ撃つ機会がなかったっていうのは平和な証なんですけどね。軽油を爆発か燃やして、その爆発する時の威力でタービンを回しております。飛行機のエンジンと同じような、飛行機と同じような音がしますね、うちスピードを上げると。なので燃料がものすごい爆発してます。めちゃくちゃ燃費悪いです。実はですね、平成の最初の頃にあった能登半島沖の工作船事案を覚えていらっしゃる方もいると思いますけど、あれで通常の護衛艦が追いつけなかったんです。あれ30ノット以上スピード出していて、大きい護衛艦だと追いつけなかったので、あれを追いつく船が必要だと。で当時ミサイル艇だけが40ノット以上出せたんですけれども、あれ小さい上に短いんですよ、足が。長距離走れないんですね、はい、航続距離がものすごい短いで、かつこう浮き上がる分って走らなきゃいけないので、波にすごい弱いんです、はい、でボコボコだからですね、数時間走っていると人間も船も回っちゃうんで、長期間追いかけるに向いてないし、追いかけても捕まえた後どうするの、本当に必要最低限の人間性が乗ってないので、それ以上のことができない。なのでちょっと大きめのやつで速いやつを作りましょう。でいざとなったらそういった乗り組む臨検っていうんですけど、船に乗り込む人たちを乗せれるだけのスペースを作りましょうということで、ちょっと大きくなったこの船が作られました、はい、後でご案内いたしますけれども、中の方に一応その臨検部隊の人たちが待機する場所がありますに相手にギリギリに近づいていってボーンとやるっていう捨て身の小型艦でした。実際日露戦争でちゃんと活躍したそうです。ただドイツ製だったんですけども、あんまり性能良くなかったらしくて、はい、別の外国から買ったやつが主流、その後主流になっていきました。で2代目がですね、太平洋戦争中のちょっと始まる前にできた敷設艇白鷹っていう、それ多分乗ってるじゃないですかね、パブ、機雷を敷設するため のあと潜水艦を防ぐための網をこう港湾に張るっていう昔ながらの独特な、はい、船だったらしいです。港の入り口のところにこう網を張って潜水艦が中に侵入できないようにするっていう、まあ試行錯誤の時代だったんだなっていう。ちなみにそれはエンジンはガスタービン、はい、うちのエンジンはガスタービンです、うん、はい、これ3つ安全上がります。煙突ありますので、うん、後でそちらの方にご案内いたします。まあガスタービンそのものは見せることができないんですけども、うん、それで一番あったのはハヤブサ。ハヤブサってのがガスタービンを初めて積んだ飛行機なんだよ。で俺防弾の学生の時に卒業研究にそれを研究したことあるんですハヤブサのエンジン、ジェットエンジン、それもあってハヤブサの名前が出てた。多分そうだと思う。ハヤブサで、それで系列的に、まあ、あとは宝がいるとになったんだろうと思うね。これは何の時の写真？これは最大戦速出してますね、40ノット。はい、
観艦式でこれ見るといいんですよね。観艦式の時にね、見るといいので。普通の船だと、数人いるところ一人で見やなきゃいけないんですよ。はい、ではここから降ります。ここ降りるとき気をつけてください、はい、手すり、しっかり持って、はい、手の届くところしっかり持ってください、はい、しっかり持って下向き、はい、下向きゆっくり、今ご案内したところ、ここがですね、うちの食堂兼、先ほどちょっとちらっと言いましたけど、臨検部隊の待機室になります。あ、ここ写真撮っていいですか？ここで大丈夫ですよ。はい、うちが作られる契機になった不審船事案、はい、あれを受けて、この船は、もし不審な船がいた場合、それを追いかけて止めて、そこに臨検部隊を送れる、そういうような構造になっております。で、ここはその臨検部隊がここで待機する場所ですね。で、時速80キロでこう揺れながら行くので、こういったしっかりとした椅子が備えられております。はい、まあ、座った方は分かると思いますけど、飛行機の座席のような形で、ほぼ同じものを使っております。でですね、一つ問題がありましてですね、この壁の向こう側に乗員のベッドがあるんですけれども、乗員の分しかありません。うち乗員19名いるんですけれども、はい、19人そこのベッドに寝ると、臨検部隊の人たち寝る場所がありません。ここで雑魚寝になります。臨検部隊何人ぐらいですか？臨検部隊はですね、大体9人で 1編成ですね。ただもう一つ言いますと、9人分の座席あるんですけれども、装備を置くところがありません。どうするつもりだったんだろうという毎回思うんですけど多分予算がついたらいろいろと付け加えてくださるはずだったのかなと思うんですけれども、まあそうなる前に向こうが工作船よりもミサイルの方に傾注しちゃったんで、はい、もう今はこっちに予算が降りることもなく、臨検部隊が乗ってくることもなく、あ、乗ってこないんですか？乗ってきたことないですね。でも乗ってきたら、なんか江田島の立系隊とかあるとこから来るの？そうですね、あそこで勉強した人たちが普通いろんな船に分散して乗ってるんですけど、臨検隊って普通特別なその部隊がいるわけじゃなくて、その教育を受けた人たちが、てか船に乗ってる人たちがその教育を受けてやるので、船ごとで勝手に編成されるんです。でもうちの船そんな余裕が全くないので、はい、使ったことはありません。今度はじゃあ、あれの方の水陸両用部隊なんか、そうですね、いずれ彼らの可能性あるよね。ですけれども、人たち船からこう海岸を泳いで登っていくのは得意でも、船の中で戦うことは全然想定しないので、一応極秘の部隊でそういうのはいるんですけれども、海上自衛隊に。その人たちは、そうですね。その人たちはもう自前でヘリコプターだと、速いボートだとなってるんで、今更これ使わないんです、はい。時代の過渡期で作ったはいいけれど、だん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 本質から外れていって、今では、まあ、パトロール、海上保安庁が対処できないような船に、うちが対処していくみたいな。で、見張りと、そういったものに使っています。で、もう一つ弱点があります。ここ、一応食堂としても使っているんですけど、見ての通り、調理施設が数値発揮と、配線しかありません。一度出たカツラにはもう、レトルト食品と冷凍食品だけです。で、前回の仕込みの時何が出ましたっけ？カレーと麻婆と牛丼と。全部レトルトで。発泡剤。中華丼。全部レトルトです。どのぐらい期間長くて、そうですね、3日もすれば我々もうレトルトで飽きてもう死にたくなりますって帰ってきます。レトルト食品耐えきれなかったら帰ってきます。うち19人でこの船を動かしてるんですけど、24時間ずっと動かさなきゃいけないんで、二交代制なんです。1人3時間、なので睡眠時間3時間、冷凍食品食いながら睡眠時間3時間で人間の精神が壊れそうになったら帰ってきます。こう全体がここの台所で調理したものを食べるんですか？調理というか、もう炊いたご飯チンするだけだ。ほとんどチンするだけだ。ではですね、ちょっと次後ろの方に。好きなんですか？とりあえずガムか飴をで舐めてないと眠気がですね、はい、
こちらがですね、今これ写真、うん、写真じゃなくて今リアルタイムの、ね、はい、これガスタービン、ウォータージェットの後ろの方が通してるんです、まあ、機械の後ろ、この後ろぎっしり詰まってる。で、ここはですね、そのガスタービンを、はい、コントロールしている場所です。スピードコントロール自体は環境でもできるんですけども、細かいセッティングとかエンジンの調子を見るのは全部ここでやっております。機関、そうですね、機関会員、エンジンコントロール関係の人たちはここに詰まっています。常時3名。それで、あとうちの広報担当の機関長がそこのここの責任者なんですけれども、あの人一人しかいないので、はい、24時間ここに詰めてるんです、ここに謎の空間が、ちょうど一人そこに、なるほど謎の空間が、はい、ここはここにいつも機関長がミラのごとく横たわっております。また低いですさっき見たことないですよ、なんかその辺で転がってるというイメージがあります。何も引かずに物置かないですから汚れることがないです。そういう時に作業服を着てるんですね。はい、紺色の作業服を着てここに転がっております。何寝られますか。野村出発するんですか。3日間です。頻度1日、そうですね、訓練でなければ、さっき言ったパトロールを主にしてるんで、不審な船が来たら夜中でも出航する。で、一番多い時で週に3回やりました。一遍出てだったら大体2日ぐらいかかるんで、もう帰ってきたらまたその日の夜にまた電話があってね、で帰ってきたらまたもう一回行って。不審の船っていうのはどこの国のですか。日本のですか。まあ、そうですね、あんまりはっきりとは言えないんですけど、自衛隊が対処する船と海上保安庁が対処する船って全く違うんですよ。海上保安庁はあくまで民間船とか、そういったものを相手にするんですけど、軍隊は相手にできないんです。海上保安庁は軍隊の相手は軍隊しかできないので、はい、軍隊の船が近づいてくるとうちが出ていくという形になりますね。じゃあ海警じゃ出ないんですね。あれは、はい、海警はあくまで保安庁ですね。もうれっきとした軍艦機を上げている船が、はい、海上自衛隊の対象になります。夜中でも来る、自宅から来る。そうです。そのためにですね、我々2時間待機って言いまして、家からこっちに帰ってきて船が出航するまで2時間以内の体制を維持しなさいっていう、はい、夜中の2時に電話かかってきたら4時までに出航しなさいっていう。基本アルコール飲めないんですよ。飲んでも飲んだ日は絶対に奥さんに送ってもらうとか。あ、ここまで。ただ家族ぐるみでちょっと負担が大きいって言ったらいますね。動いている間、夜はですね、まあ、ここに泊まってる間は当直員が2人から3人だけ残してみんな家に帰ってます。じゃあちょっと交代しましょう。